ボブミンツァーはアメリカ・ニューヨークを拠点に活動しているジャズフュージョンのサクソフォーン奏者、作曲家、編曲家、フュージョングループであるイエロー・ジャケッツのメンバーとして、また自身の率いるビッグバンドのリーダー兼コンポーザーとして知られている。バディ・リッチ楽団やジャコパストリアス・オーケストラのアレンジャーなどを経て、1980年代初頭より自身のビッグバンドを率いて、 活動を続けている。その楽曲は、伝統的なスウィングジャズに、ファンクとラテン音楽の要素を加味したものであり、ユニゾンの多様や、独特のコード進行など、高度なアレンジがもたらす、独特のハーモニーが効くものを驚かせている。ビッグバンドのコンポーザーアレンジャーとして、バディリッチ楽団の他にもサド・ジョーンズや、アート・ブレイキーなどに楽曲を提供したほか、自身も参加した。 GRP オールスタービッグバンドでもアレンジを担当している。また、1980年代前半には、ジャコパストリアスのツアーにもワード・オブ・マウスビッグバンドの主要メンバーとして参加している。彼の楽曲には、今や、カウント・ベーシー楽団と並び称されるほどのビッグバンドのスタンダードナンバーとなったものも多く、世界各地のアマチュアビッグバンドに取り上げられている。また、 サックスアンサンブルの曲や教則本も数多く執筆しており、これも世界中のミュージシャンに取り上げられている。イエロージャケッツには1991年のアルバムグリーンハウスから参加。ビッグバンドではテナーサックスまたはバスクラリネットを演奏することが多いが、イエロージャケッツではウィンドシンセサイザーを演奏することも多い。2001年にはアルバム オマージュ2カウントベーシーでグラミー賞の最優秀ジャズアンサンブル賞を受賞している。2010年4月に3年ぶりとなる新作リーダーアルバムキャニオンコーブを発表。ドラムに名優ピーター・アースキン、オルガン・ニラリー・ゴールディングスを迎えたシンプルなトリオ編成で温かく自由で豊かな音楽性に満ちた傑作アルバムと評価されている。GRP オールスタービッグバンドその他。 ありがとうございます。